九慈市は、岩手県北東部に位置し、北上山地を背に、太平洋に面する市。市の中心部は、九慈湾の奥部にある。アイヌ語の、九慈もしくは、九慈を語源として湾曲した砂丘を指すとする説がある。同様に、茨城県の九慈や川崎市の九慈も、河川の蛇行域の砂地を、アイヌ人が、九慈と呼んでいたことを語源と見る説もある。なお、茨城県の九時は、 久し時刻作りに見えるように古墳時代から存在する地名である。これとは別に言語学者でアレン国際短期大学でも教弁を取った日置孝二郎はくじの語源はクジラであると主張していた。旧くじ市、県内一づくじ市中心部周辺の空中写真。2013年11月9日撮影の36枚を合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。梅雨から夏にかけて吹く北東風山瀬の影響を強く受ける地域として知られており、8月の平均気温は摂氏21.6度と夏は非常に冷涼である。太平洋に面しているため冬は雪が少なく日照時間が比較的長い。 ペンの気候区分では、西岸海洋性気候に属する。一方、内陸にある旧山形村地区は1月の平均気温が低く、摂氏3.1度と冬は寒さが厳しく、亜寒帯湿潤気候の中でも、本州では珍しい DFB に属する。観測史上最低気温は2月が一番低く、次に3月、1月と続く。以下の出展は、 旧久時市旧山形村、地区平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、久時市内の震度は5弱だったが、この地震により、波高8.6メートル、蘇状高27.0メートル、河川蘇状4キロメートルを記録した巨大津波に、海岸部、平地部が襲われ、死者4名、行方不明者2名が出た。 建築物の被災状況は、全百355棟、大規模半八89棟、半壊410棟であり、小袖海岸にあった前年8月に完成した、小袖山センターが全壊、日本地下石油備地区、くじ事業所や併設する、九じ地下水族科学館もグランピア等、海岸工業地帯の施設及び工場が、全半開した。うきは、合併前の旧、 九時市のデータ。山形総合市所議長、畑中祐吉副議長、沢里富代議銀、定数は20人。欠員、1名、九時市中心部、九時市中心部、九時グランドホテルと岩手銀行九時中央支店。この他にも全国市、地元テレビ局の通信人がいる郵便番号は、以下の通りである。平成27年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると3.34%減の35,642人であり増減率は県下33市町村中7位小学校各校のホームページは小中学校一覧を参照中学校各校のホームページは小中学校一覧を参照高等学校特別支援学校九次駅前広場九次駅前デパート高速バス路線バス 高規格幹線道路、一般国道県道主要地報道、一般県道漁港こそで海岸。ありがとうございます。